まさかお前か？って本当は分かってるよ。お前がクラウドだろ。どこかで会った。おいおい、初対面に決まってんだろ。俺様と会って俺様を忘れるやつがいるもんか。ただ俺様はお前のことを一方的に知っている。なぜだか分かるか？何でも屋のクラウド。よし教えてやろう。裏稼業は情報が命。ましてポルネオファミリーを壊滅させた男がいるとなれば調べないわけがないだろう。おめでとう、パンパンパン。お前は有名人だ。俺たちは片腕が十分。まあ分かってる分かってる。裏稼業は情報が命。でも言わせるな。上で起こったことはすべて把握している。そこで腕利きの何でも屋に仕事を頼みたい。どういう。お前が探している片腕が十の男は俺様がすでに確保している。砂漠の牢獄にな。その場所をお前に教えてやってもいい。しかし世の中はギブアンドテイクだ。そうだ。俺様に金を持ってこい。俺様は今とんでもなく金が必要だ。どこかのイカれたクソったれが勝手に死んだ兵をぶち殺しやがったからな。もう犯人を引き渡すだけじゃ収まらねえ。コレルプリズンを守るためには上納金が必要だ。とんでもない額だな。クソ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 だ。金を何でも屋のお前に用意してもらう。わあ、分かってる。心配するな。金を稼ぐ方法は考えてある。何でも屋にはチョコボレースに出場し優勝してもらう。というわけで優勝できるまでお仲間は預からせてもらう。クラウド、クラウドか。待て、わっと心配するな。丁重におもてなしするさ。ああ、でももしお前が金を持ってこないなら彼女たちに稼いでもらう。でもなるかもな。なんなん、ゲスト呼んでくれ。オーケー。じゃあレースの突っ込んだ説明はこいつに聞きな。了解です、バス。期待しているからな。よし、チョコボのところまで案内する。ついてこい。Let's go,